はい皆様こんにちはそれではこれから管理業務主任者基礎講座のですね標準管理規約の改正講座始めてまいりたいと思います今日はその第1回目第1項として改正のあらましについてのお話をしてまいりますいつもの通り株式会社渡辺塾代表渡部正和がお話をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします では今年のですね試験対策として必要な標準管理規約の改正の部分についてのお話ですまず今日はその前提条件等についてと主な改正ポイントこれを聞いていただきたいと思います今年2016年の3月に標準管理規約の改正が国土交通省によって公表されました 例年その年の4月の1日に施行されている法律等から問題が出題されますのでこの改正も今年の試験範囲に含まれることになるわけです。管理業務主任者試験の近年の取材の傾向を見てみますと改正が公表された場合ですねその年の試験で問われることがやはり多いんですね。ですのでこの標準管理規約の改正は今年の試験対策上やはり重要なポイントになっていくと。 いいう,うに考えているわけです簡単に改正の背景をご説明しておきますけどもマンションの管理のルールでありますけども、ねまあ、近年のマンションを見てみますとです、ね、例えばそのお住まいの方が高齢化しているなどということを背景とした、まあ、役員さんのなり手不足それから管理費や修繕積立金の滞納などによって、まあ、管理がうまくいかなくなってきたあるいは 反社会的勢力暴力団を排除する必要がより強く出てきたまた東日本大震災を契機としてマンションに大きな災害が起きた時の意思決定はどのようにしていけばいいかなどなどですね。様々な課題が指摘されているわけでありますそしてこれらの課題に対応したルールの整備がまあ近年求められてきたということがこの背景にあるわけですね このため少し前ですけれども平成24年の1月にマンションの新たな管理ルールに関する検討会というものが設置されまして27年の3月に報告書が取りりままとめられたわけでありますそしてパブリックコメントを平成27年の10月の21日から11月の19日の間で、まあ、広く意見を求めたということになりました。 それらを踏まえましてです、ね、担当型につきましては平成28年の3月14日同じく団地型と複合用途型につきましては3月31日に改正を公表されたということになっているわけです。そして主な改正部分を大きく見ていただくとです、ね、このようなことになりますよということでここは4つ大きく分類して見ていただきたいと思います。 まず1つはですね各マンションにおける独自の規約各マンションならではの規約の選択肢の幅を広げるということで改正が行われたものがあります。例えば35条のところにですね外から専門家を招いて役員さんになってもらおう役員さんのお仕事を手伝ってもらおうというようなことでの改正が行われました。具体的なな内容を簡単に見ていただきますと理事長などの役員さん これまで区分所有者に限定されていましたが一つの選択の幅を広げる足としてですね外部の専門家にも役員になってもらおうというようなことだとかあるいは理事長と組合との利益相反取引を防止するとかまた、幹事ですねその権限の明確化というものの規定が今回加わったわけであります。 特にこの赤字アンダーラインの外部の専門家の就任というところともう一つは管理がですね今回相当丁寧に改正が行われましたのでその役割についても試験対策上は重要だというふうに考えております。同じく議決権の割合がですね、まあ、一つコメントの形で加わりまして新築物件における選択肢として議決権ですねこれについては 従前は部屋の広さなどを使ったわけでありますけども10戸の価格割合これに連動した設定も考えられるという旨の解説が加わったわけであります。まあ、近年分譲されておりますタワー型マンションなどをイメージしていただきますとです、ね、部屋の広さは上から下まであまり変わらないんだけども実は分譲の価格は仮層界と上層階では相当違うと。 いうようよなこととがあったきにやはり価格をです、ね、その議決権などに連動させるということも、まあ、今の時代には合っているんではないかというような考え方からこういう考え方が加わったということでありました。その2につきましては適正な管理を行うための規定の明確化という目的で一、まあ、つはですねコミュニティ条項等を再整理したということになっているわけなんです。 防,犯防災防犯美化清掃などのコミュニティ活動が可能であることを明確にし判例も踏まえた条項として業務を再整理したということですねで従前のですねコミュニティ形成ということについては、まあ、今回は削除されたということになっておりますのでこれもその場面でお話をいたしますがやはり試験対策上は重要だというふうに思います。まままた詳しいいいい知識までは問われないだろうというふうとふに思いますが 管理費の滞納があった場合に対して取り得る管理組合の対応、この各種の措置につきましては段階的にまとめたフローチャート、これがですね今回の改正によって提示されています。まあフローチャートの形で示されたものがあるということは押さえておいていただきたいと思います。さらにですねその三といたしまして適正な管理のための規定の明確化ということなんですけれども、まあ一つは暴力団の排除規定です。 暴力団の構成に部屋を貸さないあるいは役員になれないとする条項を整備をいたしましたこれも試験対策上は重要ポイントになるというふうに考えております加えまして災害あったときですね例えば大きな地震があったなどということが出てきたときにはどのような形で意思決定を行っていくかというところがまあ非常にまあ問題視されていたわけでありますそこで災害時等における理事長等の応急的な補修や あるいは緊急避難措置としての占有部分への立ち入りこれらに関する規定が整備されたということになっているわけですで、これもやはり同じように試験に対する対策としては抑えておかなければいけないなというところであります管理状況などの重要事項情報の開示というのがあります大規模修繕工事の実施の状況や予定修繕積立金の積立状況などの情報を開示する場合の条項 これが今回の改正によって整備が行われまえたその4といたしましてその他の所定の規定の改正ということでありますけれども例えば駐車場を外部の人に貸す場合の税務上の注意事項やあるいは占有部分の修繕等については理事会の承認で実施を可能としたあとは細かいお話なんですが債権の承継人としての包括承継人の言葉が削除された。 包括承券人というのはもう当然でしょ書いておかなくても当たり前でしょということで条文上は削除されたあるいは理事会の代理出席ですね理事会の議決についてトラブル防止が図られたというようなことがあるわけでありますまたこの辺も改正の具体的な場面としてその都度ご案内してまいりたいと思います従いましてまとめますと今回の改正については大きく捉えるとこの四つの分類になっていきますので え、私が先ほどご説明しました通り、試験対策上ですねえ。このここは重要事項です。よえ、大きな影響を及ぼします。よというところをしっかりと押さえておいていただくことがえ、今年の試験に対するえ、対策になっていくというふうに思っております。管理業務主任者試験では、標準管理規約の分野からおおむね。5問程度出題されているわけですね。えしてえ、そして今年もおそらく。 問題数の増減はあまりないものというふうに考えておりますのでそのご問についてはほとんど改正部分から問題が出るというふうに捉えておいていただくことがよろしいんだろうというふうに思っておりりまますす次回以降ですねより具体的な改正部分にについいててのお話に入ってまいります。 大きく捉えていただくとこのような改正が行われたということで今回の講義で大掴みをしておいていただければということでありましたそれでは第1項あらましにつきましてはここまでです皆様どうもお疲れ様でございました